した冷たい海にまで世界中の海に生息しています。世界中ということで、もちろん日本の周りにも住んでいるんですよ。実はここ名古屋にもやってきたことがあるんです。こちらは2000年のニュースの映像ですが、この時名古屋港水族館の近くを流れる堀川を飛鳥神宮のあたりまで泳いでいたんです。さて、そんなシャチたちですが、海では一体何を食べているんでしょうか。シャチは魚を食べます。イルカやアシカ、アザラシも食べます。また可愛らしいラッコやメンギンも食べるんですよ。海にはシャチたちよりも体の大きなクジラを目で襲ってくるたり、サメを食べることもあるんです。世界中の海に生息し、海のいろいろな生き物を食べてしまうシャチは、まさに海の王者にふさわしい生き物です。ここからはシャチの体の特徴を詳しくご紹介します。早速、右奥のプールにある浅瀬にアースが上陸です。さて皆さん、シャチの目が一体どこについているかご存知ですか。シャチの目は丸い白い模様の少し前についています。黒い部分にあるので少し分かりにくいですが、あのつぶらな瞳でトレーナーの合図を一つ一つ砕けて、さまざまな種目を行っているんです。続いてシャチのゲームを紹介します。トレーナーから合図が出ると、リンが丸い胸びれを披露です。シャチの胸びれは皆さんの目の前のプールにいるイルカたちと間違い、丸い形をしているのが特徴です。あの丸い胸びれの作りは、私の人間と同じ5本の指の毛が入っています。
そしてトレーナーのところに戻り、大好きな魚をもらいます。さあ、両手に1杯の魚をもらっていますね。空いている通路をお通りいただくなど、分散してのご退場にご協力ください。